こんばんは。魅力解禁コンサルタントの土地谷ゆり子です。今日も美動美的チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今日の機運レッスンは視力木星、風の視力さんをお伝えいたします。数日前から、この機運レッスンをお伝えするにあたって、私のね、口元の近くにマイクをつけてお伝えしてるんですけれども、何かどうでしょう、皆さん変化にお気づきになられましたでしょうか。どうなんだろうなっていうふうに思いながら、自分ではちょっといまいちよく分かってないところもあるんですけれども、何かご感想などありましたらいただけたら嬉しく思います。ということで、いつもお伝えしておりますけれども、もしあなたが視力木星さんでなかったとしても、ぜひ周りの人も思い浮かべて聞いてみてくださいね。それでは行ってみましょう。視力木星の方の特徴です。視力の方は外見は強気のように見えても、内面は柔和でお人よしで慈悲に富んでる方が多いんです。社交性がとっても高いので、人の気心を読むのがとても上手、話がうまくて人の説得ができる人が多いんですよ。もし困ったことがあっても、明日は明日の風が吹くという楽観的な考え方ができるのが長所です。視力は自然界で例えると風ですからね。風は大気中を素早く往来することから、その気質を持つ視力の方は連絡事や手紙、メールでの返信も早いために重宝がられる傾向にあるんです。やはり連絡のタイミングとかっていうのは人それぞれとは言いますけれども、早いと相手は安心できたりしますよね。常に意見交換を大切にしながら、何事も事前に打ち合わせをしてから実行するなど、計画性があるんです。独断専行はしないということなんですよね。誰とでも気軽に言葉を交わせる話し上手な方ですので、交渉やセールスも大得意。私の周りでも視力の方ってね、口を使ってね、自然に口コミ力で、そうやって特別営業しようとかっていうわけじゃなくても、なんかすんなりね、物事が決まるってことが多いです。人の往来で縁を運ぶ方なので、縁談や商談などの良縁にとっても恵まれますよ。そして2番目、根は親切で申し分のない性格なので、他人のために頑張っていける人なんです。実家を離れてしまう人だったり、故郷を離れて事業を起こす人が多いのも視力の方の特徴なんです。これもね、私の周りでこういう方結構多いです。交際を広げすぎてしまうと、他からの世話事や迷惑事を引き受けて困難に直面してしまうっていう場合の、そういった方の、そういったケースになってしまう方もいらっしゃいますが、基本的に視力の方は9タイプの中で一番たくさんの人と出会うと言われている星ですから、基本的にはご縁を広げるというのはプラスに働くということなんです。ぜひ自分の道を塞ぐことのないように、信頼できる相談相手を持つことが大切になってきます。視力の方は運命の浮き沈みが多いとされているんです。少々の成功で油断しないように、ぜひ心がけておいてください。世のため、人のために尽くしてくれるんですけれども、こと自分の利益になると苦手な人が多いんです。ですので、まずは人を成功させて、その人々の援助で栄達するタイプとも言われています。自分の判断だけで物事を進めるのではなくて、人とのパートナーシップの下で行動を共にすれば、継続力が増していきますよ。これが視力の方が陥りやすい忍耐力の弱さを補うとともに、従来持っているバランス感覚を生かして人の輪を保てるようになるんです。そう、視力といえばバランス感覚に優れた人、平等とか公平っていうのがポイントになってきますよ。ということで、今日は視力木星さんの特徴をお伝えさせていただきました。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。
また次回の動画でお会いしましょう。